皆さんこんにちは。ルネコ非公式 TV のルネコです。勝又です。まさかです。今回は、2022年明けましてですね、ということで、これからどういう動画を撮っていきたいかっていう話を今から少し、話をしようかと思うんですけれども、6月ぐらいから始めてなんだかんだこう半年ぐらいになるわけで28本、動画があるので、その中で、こんなことあったよねっていうのをちょっと振り返りながらですね、企画会議じゃないですけれどもそういう振り返りを、やっていこうかなと思いますので、で今回の動画なんですけど、僕が思い入れがある回と岡田先生がね思い入れがある回と、あとツイッターで募集したんですけど視聴者の人が、僕らのフォロワーの人たちですね、が思い入れがある回っていうのを、ピックアップしましたんで合計3本ですね、振り返りをしていこうと思います。4本にしましょう。4本。宇坂さんの私はですか。1票。あ、わかりました、そうですね、そんな感じでじゃあ、去年の振り返りをね行っていきたいと思います。ルネコ非公式 TV、私の2021年ベスト動画は第7回、私が油そば武蔵の武蔵油武蔵の油学会武蔵の油学会、武蔵代々木の武蔵の油学会で特のダブダブダブを食べた、あの伝説の回ですね。その他にも、これ第何回だったかな、こうあの爆盛りのあの18回、そうチキン南蛮を食べたりとか、あれをした回とかもあるので、なんか今年もそうですね、あの大食い企画じゃないですけど、なんか食べる系の企画はやっていきたいですね。あの第2回3回のことはちょっと忘れてもらって、食べる系の企画の回はね、あのこれからもやっていきたいということで。2回3回。0203。そういうことですね。今年も食べる系の企画はね、第7回のような動画をね、これからもどんどん撮りたいと思います。ルネコ非公式 TV。私の一番お気に入りの動画は、第14回の14回、誰が一番可愛くなれるかの、あの e スポーツの生徒さん3人のあの動画です。 e スポーツで3人のそう、まあでもあれも良かったね、あれ初めて編集をやったので、そうか、思い入れのある回、すっごい思い入れ、うさか編集、初のうさか編集だったんですよ、メイドインうさか動画、初めての編集で初めてお手伝いができたっていうのですごい印象に残ってます。まあでも宇坂さんあの回でこう手伝ってくれたみたいに、他のこの e スポ生の中でもどんな人がいるのかっていうのを紹介できたし、生徒紹介じゃないけどなんかそういうね、あの中のこう生徒の皆さんに関わってもらえるような動画っていうのはこれからも撮っていきたいですね。いいと思います。最後のダンスについては、最後のダンスはちょっとね、あれはこう尺が確かその第14回 の、 その撮影した時のこの動画の長さっていうのがこう史上最短だったんですよ、多分なんか3分ぐらいしか、一番軽かったですよね。そう合計の再生時間が3分ぐらいになっちゃうなっていうことで、これはまずいっていうことで何かしらでね手こ入れが必要ということで、ちょうどその時ね、なんかこう e スポの他の生徒からじゃあ罰ゲームねって言われて、それで踊ったというのがあの経緯になります。そういうこともありましたね。ルネコ非公式 TV。 はい、入れ替わりました。勝又です。僕が、そうですね、2021で気に入ってるというか一番いいかなと思うのはシャープ15、サプライズ転勤してきた先生が誕生日なので祝ってみた。柳沢先生、横浜会ですね。そうです、実はですね、あのよく見てる人はお気づきかもしれませんが、この回からちょっと編集を変えてるんですよ。ちょっと凝ってる、若干こう、あ
のテロップ変わりましたよね。テロップの種類を増やしたのと、その場面転換の時に小細工をするようにしてまして、はい、ちょっとエフェクトがね強めにかかってるんですよ。でこの回は結構ちゃんとやったんですよ。でちゃんとやった結果編集も楽だったし、その、まあ、いいものができたなっていう、ちょっと僕の中ではここが起点になって、その宇坂さんが出た、はい、女子高生の1日、はい、あの非公式 TV で最高再生回数を叩き出してるシャープ16の編集にもつながってて、はい、そうなんですよ。なのでちょっとこの辺気にしてみてもらえると僕としては嬉しいなと思っております。はい、というわけでこの動画をベストに選びました。編集に関してはですね、我々結構いろいろ困っているところがあるので、動画編集ね、手伝ってくれるっていう人は引き続き募集、大募集してますので、はい、あ、まだ募集して、まだ募集中なんですか？募集中ですね、年中募集中、まあ、この動画で言うことじゃないかもしれないけど、うさこさん3年生なんですよ、うん、マジでピンチです。そうそうそう、私もあと4ヶ月したら卒業ですよ。3ヶ月、これもう1月5だから。そうだ、3ヶ月だ。あと3ヶ月しかないんですよ。そうだ3ヶ月卒業だ。やばいやばい。はい、そんなわけでね、これからも協力してくれる生徒はもう生徒の皆さんはまだ募集してますので、はい、よろしくお願いします。空いてますか？ぜひ一緒にやりましょう。はい、ルネコ非公式 TV。 あとはあれですね、そのツイッターの方で募集をかけた分を紹介できればと思います。はいはいはい、ちょっと何件投稿が来たかっていうのは伏せておくんですけど、まずこちらですね、今画像を出してるんですけど、これ今井先生です、はい、シャープ02が好きです。シャープ01では生徒とキュウリを植えて和気あいあいとしてたのに、急に虫を食べ始めて流れを変えてきたのはたまらないですという投稿をいただきました。まあ、僕もね、第2回で虫を食うことも思ってなかったですね。唐突すぎますよ。はい、で、ただ、なんかこう、虫を食べるのって、あの経験が本当に初めてだったんですけど、ツバメ以外はね、割と、ストレートに食べれた。ツバメはちょっと、ビジュアル的にもやばかった。いや、ただね、まあ、パンに挟んだらそうでもなかったんですけど、まあ、やっぱりね、硬さと、あと味の薄さが、あれでしたね、こうプラスチック食べてる。じゃあ、はい、もう一件来てるので、いいですか？はい、はい、これは、トロ君ですね、はいはい、トロ君から、シャープ11、シャープ11は、どうだ、カッコ前編、先生同士でどっちがいい企画を考えられるか対決してみた、はい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 、です、はい、雰囲気が好きだということで、はい、投稿していただきました。企画の内容はお互いにこう、教えてないから、じゃあ次どうぞって言って初めて聞くみたいな、はいはいはい、企画が弱い弱いえっていう。30分までやっぱ短いですよ。あと結構ね、こう今のエピソードで分かったと思いますけど、我々もギリギリでやってるんで、はい、まあ、こう企画とかもね、こう、まあ、最初の時よりは出やすいようにはなってるんですけど、あの時はね、まだ全然、だってあれ15っていうことは多分9月10月ぐらいですよね。ぐらいじゃん。9月1日。あ、じゃあもう6月に始めてまだ3ヶ月経ってないぐらいですね。経ってないね。赤く予防を最終的にカードかぶる。いや、あれは本当にね、まあまあ恥ずかしかった。ね、あれ見たかった。かぶってるの見れなかったんですよ。はい、写真はね、いまだに残ってますので、はい、気になる人はぜひ撮り上げてください。はい、ルネコ非公式 TV。ありますね、思い出が。そうですね、ありますね、まあ、来年というか、これからの動画も、まあ、今回の内容をもとにしてね、いい動画作っていきたいですね。ですね、はい、頑張りましょう。2022も2022、頑張ろう。そう、3ヶ月しかいないけど、はい、そうですね、2022年は、はい、濃い3ヶ月にしましょうよ。そうですね、はい、したい。いっぱい思い出作りたいです。卒業式動画もやってもらおうかな。やりたいです。気になる人もいるとは思ったら、どんな感じか、多分在校生、その2年生とか1年生もだし、そのルネサンスに入学考えてる人とかも、こういう学校なんだっていうのがなんとなく分かるような、そうですね、そういうのをいい意味に、
はい、2022年に入ってね、いろいろ撮りたい動画も、出てきますけれども、はい、良いチャンネル、良い動画にしていこうと思いますので、これからも皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではね、本日の動画も以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。いつもと違う構図で。確かに。さよなら。さよなら。